日共産党書記局長山下芳生参議院議員です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。19日を忘れないと、1ヶ月たった今こうやって全国から集まった皆さんに日本共産党を代表して心から連帯のご挨拶を申し上げます。先週民主党の枝野幹事長の呼びかけで戦争法に反対したさまざまな団体と野党与党の意見交換会が行われました。各団体の皆さんからこれからどう戦うか施設して一致した点が3点あります。第1は成立させられた法律を廃止すること。昨年7月の閣議決定をなくすことです。そして2番目に、そのために選挙で国民が安倍政権を打ち倒し、国民の手で新しい政権を作る、これが新しい目標だということも一致して叫ばれました。私たちの提案した国民連合政府も大きな話題となりました。嬉しいことです。そして3つ目に、そのために野党はいろいろ立場の違いはあるけど、ここは一番力を合わせて頑張ってほしい、これが皆さんの願いだということも痛いほど分かりました。何としてもこの声に応えたい。新しい政府を皆さんと一緒に打ち立てるために、誠実に真剣に話し合いを野党間でも続けていきたいと思います。中には政策の違う野党が一緒に政権を作れるのか、一緒に選挙をやれるのか、ご心配する方もありますが、大丈夫です。私たちにはちゃんと生きた経験があります。昨年の12月の総選挙で沖縄の小選挙区1区から4区までは新たな米軍基地は建設させない、この一点で力を合わせようと、1区は共産党の赤嶺さん、2区は社民党の手入さん、3区は生活の党のデニーさん、4区は元沖縄自民党県連幹事長中里さんをみんなで押して自民党を落とそうじゃないかと頑張って4つとも勝利をいたしました。立場の違いはあったんです。安保条約に賛成か反対か、この立場の違いは横に置いて、保守革新の垣根も乗り越えて力を合わせました。お互い違うことが分かっているから力が出るんです。1たす1が3にも4にもなるんです。本当に皆さん、これをオールジャパンでやろうじゃありませんか。憲法を廃止、立憲主義を取り戻そう、これ以上の政治の大義はありません。これ実現するためにいろんな企画乗り越えて未来に向かって団結することをお約束してご挨拶といたします。頑張りましょう。ありがとうございました。日本共産党山下芳生参議院議員でした。